この項目では、戦前の日本に存在した旧制専門学校のうち外国語の専門教育を行った旧制外国語学校について述べる。これは、第二次世界大戦中に外事専門学校と解消された一軍の旧制高等教育機関を指す。なお、前史とも言うべき、明治初期の状況については外国語学校を参照のこと。幕末期から、 明治新規にかけ、全国に観光私立の外国語学校が多数設立されたが、多くは廃止されるか、旧正中学校に転換され、中等、高等教育機関としては、東京、大阪の管理3校のみが残った。このうち東京外国語学校を除く2校は、高等中学校、旧正高等学校に改組された。 最後まで残った東京外国語学校も1885年には東京商業学校に並行され、管理外国語学校は一時消滅した。1897年、東京商業学校の後ろ身である高等商業学校の付属として、外国語学校が設置、さらに2年後の99年には東京外国語学校として独立した。 ついで1910年代に入ると、第一次世界大戦の時期における大戦景気において、日本のアジア市場への進出が進んだことで、貿易や外交を担う人材の育成の観点から、外国語学校の増設が求められるようになった。そのことを受けて、1920年代になると、21年に大阪外国語学校、27年には、 私立最初の専門学校例による外国語学校として、天理外国語学校が設立された。これらの外国語学校は、外交、貿易、布教など、海外活動実務者の養成機関として位置づけられ、旧制高等学校帝国大学進学者にとって、必須の教養であった、英語、仏語、独語のみならず、品語、ロゴ、生語、保護、バーレー語、 インド諸言語など、よりマイナーな語学の教育を重視していたという点に特徴がある。1944年以後各外国語学校は、むね、外事専門学校と解消。基本的には、戦後の学生改革まで引き継がれた。またこの際、私立専門学校で、外線に転換するものもあった。戦争終結後の1946年、 旧正校としては最末期のものになる神戸、小倉の公立外線2校が設立された。1949年の学生改革による新生大学設立に際し、これらの外線の多くは4年制大学に包括、吸収され1951年に廃止となった。1877年以前については、外国語学校も参照東京外国語学校、現東京外国語大学、 大阪外国語学校神戸市立、外事専門学校市立、小倉外事専門学校天理外国語学校東洋、語学専門学校全輪外事専門学校等は、外事専門学校同社外事専門学校ナムさん、外国語専門学校福岡外事専門学校、京都外国語学校。ありがとうございます。